社会人とはひたすら真面目に決まり事を守ってプライベートよりも会社優先、こういうものだと思っていた。社会人としての役割を全うすることが義務だって教えられてきたから、気がついたらプライベートの友達はいなくなっていた。そんな時トールと出会って私は変われたんだと思う。だからイルルを昔の自分と重ねて見ていたのかもしれない。小林さん、お気を確かに。大丈夫？トール、カンナちゃん、ここうちか。はい、傷も治しておきましたよ。イルルは？そこです。その子離れようとしないんです。小林さんの魅力にやっと気づいても遅いんですよ。小林、騙されてもいい？ああ、いいよ。おはようございます。エルニーニョミキが全国の天気をお伝えします。爪とか尻尾とか消さなくて平気なの？あと胸とか、日常生活的に。イルルはあれでもかなり無理してあの姿なんですよ。無理しなければあの胸もっと大きくなるでしょう。あ、爪と尻尾はその気になれば消せるかと。え、胸だけ消せないって何？ 5% ぐらいちょうだい。小林、小林、どうした？糞尿ってここでするんだろ？どうやってやるんだ？そこからか。そう、そこに座って。そんな感じ。わかったぞ。いろいろ教えていかないとな。こんな時優秀なメイドがいてくれたらな。私見直しちゃうな。